グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。201枚目の作品はクラムスコイの見知らぬ人です。ロシアの貴婦人でしょうか。藤久先生、この女性とはどこの美術館に行けば会えるんですか。藤久です。この美しい謎めいた女性にはロシアモスクワのトレーチャコフ美術館で会えますね。ロシアにはエルミタージュ美術館をはじめプーシキン美術館、ロシア美術館、そしてこの絵のあるトレーチャコフ美術館など素晴らしい美術館がたくさんあります。ロシアは文学、音楽を含め芸術を大切にしている国ですね。忘れ得ぬ人のタイトルでも知られるこの名画はロシアのモナリサと呼ばれて世界的に人気のある傑作で、これはクラムスコイ晩年の代表作です。イワン・クラムスコイは19世紀後半にロシアで活躍した移動派のリーダー的な巨匠です。移動派とはロシア人が美術の世界で独立独歩する時代がようやく来たと言って当時の古い画壇に反旗を翻したグループで、彼らがロシア各地で巡回美術展を開催したことからついた通称ですね。この女性、トルストイの代表作アンナ・カレーニナで社交界の花と言われた主人公をイメージしたものと聞いたことがありますけど、モデルになったのは一体どんな人だったんでしょう。それが分かっていないのですね。クラムスコイはこの絵のモデルについて何も書き残さなかったんです。なのでさまざまな憶測を呼び、中には娼婦が高価な黒い毛皮に身を包んでこちらを見下しているなどというものもいました。しかし一方でこのミステリアスさがこの絵の評価を高めたとも言われているんですね。うっすら霞んだ背景の中、はっきり浮かび上がるように描かれた冷たく不思議な美しさをたたえたロシア美人のこの作品は、一度見たら忘れることのできないロシアの名画なんですね。描いたクラムスコイがあえて語らないというこの絵のモデル、気になりますね。では最後はクラシックソムリエの田中康さん、音楽のご紹介をお願いします。今日の音楽はチャイコフスキーの弦楽四重奏曲第1番の第2楽章アンダンテカンタービレです。優雅で美しいメロディーはまさにチャイコフスキーならでは。モスクワでのコンサートでチャイコフスキーの隣に座ってこの曲を聴いていたトルストイが感激のあまり涙を流したというエピソードも素敵です。